はい。それでは超重要論点マスター演習民法の4回目ですね。始めていきたいと思います。はい。4回目では結構大事な論点ですね。連帯債務についてちょっと見てみたいと思います。早速こちらの問題を見てみていただいて、そんなに複雑な事案ではないんですが、一応確認していきますと、BC が A に対して2000万円の連帯債務を負っています。 B が A に対して2000万円の債権を有していますが、B はこの債権による総債を援用していないということですね。なんでまあ、単純に書くと、まず A さんが B と C に対して、B と C に対して2000万円の連帯債務ですね。まあこれを追っていますよという状態。であるところ、B が A に対して2000万円の 反対債権を持ってるわけですね。B が A に対して実は2000万円の反対債権これがありますよ、ということです。なんですが、B がこの債権による総裁。これ総裁できますよね、本当は。 A が B に対して2000万円の請求権を持ってて、B が A に対して2000万円の債権を持ってるわけですから、本来だったらこことここって総裁をすることができるはずなんですけれども、今回の問題みたいに B はこの債権による総裁を援用していないと。わけですね。C からするとやってくれよって話になるわけですね。さて、ではこの場合、 B が何にも言ってくれないんで、C って何かできるんでしたっけっていう、何か言えるんでしたっけっいうところなんですが、ここのポイントは何だったかっていうと、まあ、C からすると言ってくれよと思うところ、何が C は言えるんですかっていうと、これは、まず B の負担部分。B の負担部分の限度で、総裁って主張できるわけではなくて、 総裁って主張できるわけではなくて、これは B の負担部分の限度で拒絶ができるだけでしたよね。拒絶ができると。要は A から請求された時に B の負担部分の限度でちょっと払わないです。というふうに履行を拒絶することができるというお話だったはずです。よろしいですかね。 まあ、B さんが総裁をしてくれないよっていう状況下において、C としてもなんかし,したいわけです。ですね。それ総裁してくれたら助かるのになと思いつつも、C としては、じゃあ何が言えるかっていうと、やっぱり B の持ってる権利なんですから、B の負担部分の限度で。でしかもそれは B の持ってる権利なんで、勝手に総裁って使うのはまずいですね。なので、えー、B が持ってるってことで、これを総裁っていう C が言うのはまずいですから、あくまでも C は、 B さんが債権持ってるんで、ちょっと拒絶しますって言えるだけ。これがポイントになってくるということです。なので、今回の問題につきましては、こちらですよね。B はこの債権の総裁を援用していないって状況下ですから、C は全額について拒絶ができますかっていうと、拒絶はできるんですけど、拒絶はできるんですが、 全額は無理です。全額は無理。あくまでも B の負担部分今回の問題で言うと1000万円の限度でってことになります。ですね。今回は BC の負担部分平等ってなってますから、あくまでも利口を拒むことができるのは1000万円の限度でっていうことになるわけですね。 なので、この問題は誤りということになります。結構この連帯債務においては、この総裁のところですね。この総裁のところがややこしいというふうに思いますので、まあ、今回の問題を通してしっかりと理解をするようにしておいていただければというふうに思います。では終わります。